深川駅は北海道深川市一条9番にある北海道旅客鉄道の駅である。函館本線を所属線としており、当駅を起点とするルモイ本線を加えた二路線が乗り入れる。臨時列車を含めすべての列車が停車する。駅番号は A24。電報略号は深。事務官コードは12103。社員配置駅。緑の窓口。 自動券売機、自動改札機設置。単式ホーム1面1線、島式ホーム2面3線、合計3面4線のホームを有する地上駅。乗り場は駅舎側から順に1.34.6番線。ホーム間を連絡している湖泉橋には1番線と3.4番線間をつなぐエレベーターが設置されている。2番線と5番線はホームを持たない中線で、 2番線は、主に貨物列車の対比、5番線は主に、ルモイ本線運用車両の留置で使用される。かつては6番線の奥にも多数の側線を持ち、新名線の一部発着やイベント列車が使用する7番線まで存在し、新名線運用車両の車庫や転車台なども備えた、鉄道の要衝であった。 新名線の廃止後は規模を縮小し多くの側線や施設などが撤去され、一部は自由通路や JR、北海道バス、深川営業所に転用されている。駅舎内には物産館と観光案内所が併設されている。また、近年の1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。菓子の鱗団子が名物である。かつては駅弁の販売が行われていた。 末期に販売されていた主な駅弁は下記の通り。現在は駅弁は販売されていないが、併設されている深川物産館では深川蕎麦飯等の販売を行っている。プラザ深川2008年1月空地中央バス、深川十字街バス停2013年3月2019年4月1日、現在。詳細は事業者記事を参照。 ありがとうございます。